サイバーネーム、アサさんからいただきました。宮城さん、平川さん、川島さん、こんにちは。こんにちは。私は、もうクリスマスのプレゼントも、正月のお年玉ももらえませんが、ドラマ CD とラジオを聞きながら、楽しく年越ししたいと思います。かっこ笑いと。ありがとうございます。ところで、私は、子供の頃から、初詣に行く習慣がなく、何年か前まで行ったことがありませんでした。でも、去年行ってみたら、みんな楽しそうに屋台で買い食いしたり、何気に楽しいイベントだと思ったので、今年もまた行こうと思ってます。皆さんは初詣の思い出って何かありますかと。行く習慣がな。あ、実はね、僕も行かないんですよ。ああ、ほんと？特に一人暮らし始めて、もう、か10年近く行ってない。あ、ほんと？でも前は行ってたんだ。前はやっぱり両親に行ったりする。はいはい、はい。逆。前、親元にのとこにいるときは全然行ってなくて、ほんともう成人してから、行くようになった、みたいな。それはまた、なんか。それはね、やっぱり行きたい人がいたんだね。一緒に、ね。なるほど。なんか一人でね、行くっていうのはなんか、あんまりね、もう出不精で、正月は基本的にやっぱゴロゴロしてたい。まあまあ、わかりますわかります。タイプなんですけど、ね、そういうところにやっぱ行きたいっていうね、まあ、人がいまして、それで行ったら、いいもんだ、と思って。特にほら、こういう仕事をするようになって、なんかいろいろあるじゃないですか。希望が、来年度に向けてね、まあ今年に向けてこうやりたい、あなったらいいなとかっていうのは、本当に最近そういうことをね、よく思うようになって、そういうね、まあ願掛けというか、そういうあれではいけますね。そうですね。なんかでもね、川島さんがビッと着物着て行ったらだけ。着物は着てないけど、あでも似合いそう。似合いそうだ気する。すごく。ああ、いいかもしんない。でも、なかなかそういう時じゃないと着ないですもんね。そうですね。平川さんは行きます？俺はね、やっぱ子供の頃は、両親と一緒に2年参りに行ってたんですよ。で、こっち出てきて一人で、その芸事の、芸能の神様のところに、毎日一人で行ってるんですけれども、それとは別に、まあ初詣何回もっていうのも変な話なんですけれども、事務所で毎年行くんですよ。役者さんみんな揃って。すごいですね。みんなで集まっていくんですよ。で、その時は一応なんか、みんなでちゃんとスーツとか着て、年に1回か2回着るか着ないかのスーツを引っ張り出してですね、行くんですけれども。なるほど。それはなんか、ちょっと身の引き締まる思いがしますよね。そうか。それ、うちでやったら大変なことになっちゃいますね。暴動になっちゃうよね。うちはまあ、小さな事務所ですから。なんかあったかくていいなぁ。なんかね、ファミリーって感じがね。いいですよね。もう本当にね、うちどうせと放牧ですから。悲しがりだもんね。でも行ってみるとやっぱ意外とね、ねいろんな新しい発見もあったりとかして、子供の頃とまた感覚が変わりますしね。そう。でまたね、僕ね、行かなくなった理由も一個あるんですよ、これ、ね、なんか嫌なことがあった。子供の時に、こう、人混み多いじゃないですか。はいはいはい。なんか向かいから来たおばちゃんがですね、なんかこう、なんすか、なんか、矢みたいな。はいはいはい。浜屋。浜屋をこう持ってて、まだ子供だからちっちゃかったんですよ、子供ですから。その時はちっちゃかった。その時はちっちゃかった。ちょうどこう、浜屋を持ってるおばちゃんの手と、ちょうど僕の目の高さが合っちゃって、ガッツって目に触って。うわぁ、ほんと？大事には至らなかったんですけど、もうビービー泣いちゃって泣いちゃって、で、おばちゃん謝れもせず去っていくもんですから、それ以来、初詣は痛いもんだっていうイメージがもう、ずっとね、あるよね。あって、いや、でもやっぱ行かなきゃいかんな。行ってるからお二人をこうキリッとしてるんだな、きっとな。いや、ないよ。キリッとしてんだな。やばい、行こう。あそこで行こう。あ、行こう。あ、行こう。まあ、そんな感じでですね。はい。